さんこんにちは。私たち学歴の暴力です。よろしくお願いします。はい、本日は結城あゆはさんの生誕祭に呼んでいただきましてありがとうございます。おめでとうございます。はい、ということで、じゃあ私たちの自己紹介の方していきます。東京大学工学部卒、夏ピナツです。よろしくお願いします。はい、京都大学文学部卒、アロエアロです。よろしくお願いします。はい、名古屋大学情報文化学部卒、あずきあずです。よろしくお願いします。はい、九州大学工学部卒のリリリカリです。よろしくお願いします。すごい、あそこに映ってる。確かに、ほんまやね。ほんとだ、見るの悪い人はあっち見てください。いやいや、こんなにさ、近くに本物いるんだからさ、こっち見てもらおうやん。横顔見ることになる。こっち見たりこっち見たりして楽しんでってくださると嬉しいです。はい、ということで早速次の曲いきましょうか。ここだ。それでは聴いてください。形なき暴力。クラッペン。いくよ。ジュズも戦車も億万の富も持たざる庶民の私たちが、少年少女たち大人だまらせる力手に入れたの。内面しても外面あっても飛び出すべきことは一つだけ。いっとぶってもそんなくっても最後人間性と言うけど、それがくれよ。このプライド、実力、駆け引きのその他人と自分の圧力の、あの幻想のミーム、ぶち壊し信ずべきは能力。この拳で掴んだ学歴のその努力の結晶、学歴をあの非常のリング帯同士最後人間性と言うけど、すがるべきそれが学歴だ。このプライド、実力、駆け引きのその他人と自分の圧力を、あの幻想のビーム打ち壊し沈むべきは能力。この拳で掴んだ学歴のその努力の結晶、あの気象のリング帯同士、形のない暴力震え。私とあなたに許された、いざ悲しき努力のああ全力ドリーム、学歴だ、形のない暴力で、このプライド、実力、駆け引きのその他人と自分の圧力を、あの変装のミーム壊し信ずべきは能力。この拳で掴んだ学歴のその努力の結晶、あの非常のリ
つもの諦め、おやおやついにお別れ、なのに答えはでたらめ、自己評価はやれやれ、テレアウスなどテレビは言うけど、さすがにうちわかってないな、こんな人も手を伸ばせ、つかみ取ってよ、こんなに離さないでね、花丸をあげる、後悔はさせないから、そこへ見出して、こんなに君と笑顔で迎えたいんだから、あれれつかない一面、希望力新曲の赤本フォーリン聴いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、赤本フォーリンは昨日ね、初披露の新曲で、今日が2回目なのでちょっとね、緊張ドキドキしてたね。我々も合格発表の気持ちで、ね、やめて、それあのフォーリンだから落ちちゃうからさ。でもあの恋に落ちる方のフォーリンだから、カーリーが作詞してくれてね、これからまた、まあ、ちょっとしたら配信とかしようかなって思うので、たくさん聴いてくれると嬉しいです。イエーイイエーイイエーイ。はい、そうですね、最近私たちちょっとあるお仕事やらして、うん、お仕事というかやらせていただきまして、嬉しいね。あの、実は漫画本の帯コメントを書くっていう、そう、やばいよね、著名人みたいだよね。ねえ、さも有名人みたいな仕事をやらせてもらって、その漫画、半端なエリートの富山で申しますっていう、真面目な名題卒言えた、言いました言いました。なんか主人公の男の人が早稲田の文学部卒のサラリーマンで、エリートはエリートなんだけれども、まあ、すごくエリートっていうわけでもない、なんか半端なエリート。これ我々が言ってるんじゃなくて、漫画の設定。そうなんです、私たちがそういうことだ。私たちが早稲田の文学部をあの半端とか言ってるわけじゃなくて、そういう設定なんですよ。違いますよ。そう、その人がなんか日々のね、こう苦悩とかそういうのを描いたっていう漫画でね、うんうん、まあ、確かにそれを聞いたら私たちが帯コメを書くべき漫画だなっていうね。え、作者自らなんか私たちを見つけてくれて、なんか出版社に依頼してくれたって言ってましたよね。そうなんですよね。読んでくれた方とかいらっしゃいますか？あ、嬉しい。あ、ありがとうございます。学歴の暴力を広めてくださる皆々様のおかげです。ありがとうございます。もう初めて今日知った人もね、広めていただいて、もう発売してると思うのね、はい、ね、ぜひね、
なんか本読んでみて感想とかありました？なんか言いたい。え、私はなんか、あの半端なエリートだと自分のことを思ってる人はこういう風に考えてるんだなと思いながら多分ね、私とぬるみちゃんはそんな感じのコメントなんですけど、あずきちゃんのコメントがめっちゃ好きで、内容はまあまあ、見た人のお楽しみって感じだけど、うん、なんか感想というか、読んで思ったことありますか？いや、もう共感しかなくて、東大東大にはそんなの分かんないよね。ここにさ、線がさ、線が立ってるよね。そんなことないよ。東大東大には分かんないか、世界だからごめんねと。そんなことないよ。なんでこっちがマウント取られるの？なんでなんで。圧倒的に多分共感はこっちに多数だと思う。いやいやいや、そんなことないよね。私なんて半端者ですのでね。なんか、そう、私たちなんてね、全然半端者なんで、ね。半端者だからアイドルできるんですよ。あ、そう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 。そうそう、大して頭が良くない東大卒だからアイドルできるみたいなね、うん、ところもあるので、やっぱここにも今共感性が、あ、やばい埋めて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 、じゃあこの後教会を爆破していきましょうか。あ、まあね、でもね、やっぱ共感できるとこ私たちもすごくあってね、あの面白い話だったので、ぜひ皆さん手に取って読んでくださると嬉しいですっていう、はい、宣伝です。はい、ありがとうございます。じゃあ教会を爆破するよ。そうだね、次で最後の曲なんですけれども、ここでね、あー、ありがとう、ありがとう、嬉しい。そうですね、皆さん低学歴の自尊心もここの教会も爆破するような怖いビームが来るかもしれないので、防げる人は防ぐもの用意したりして楽しんでください。それでは最後の曲聴いてください。学歴の暴力。せーの、いくよ。頭の中身はいかんかなんかなのかな、知りたいな、なんでかな、人によがりの回答を
ありがとうございます。はい、この後30分後ぐらいに並行物販も行いますので、気になったよという方はぜひお話に遊びに来てくださると嬉しいです。あ、楽しかったね。はい、それでは以上、私たち学歴の暴力でした。ありがとうございました。ありがとう、またね、またね。